はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル3、前回デーモン遺跡の、探索をとりあえず一旦終えたという形になりましたので、今回は、覇王、なんだっけ、ウォルニールだっけに挑んでいきたいと思います。で、少し、裏方で探索を進めましたので、まあ、レベルが上がった関係で装備が変わってます。まず頭、黒騎士の、兜に、なってます。あと盾ですね、これ。これね、渇望の盾にしました。で、ちょっと渇望の盾、見てみると、真ん中の方ですね、敵を倒したとき吸収するソウル量を増やすということで、ソウル量が 10% かな、増えるので、まあ、これを装備しています。あと単純に盾の性能もいいですね。黒騎士よりは若干落ちます。で、黒騎士の盾が受け能力60に対して渇望の盾58なんで、まあ、若干落ちるくらいなんでね、重量も軽くなる関係で、渇望の盾かなりいいかなと、まあ、物理カット 100% ありますので、まあ、通常は渇望の盾を装備してやっていきたいと思います。じゃあ行きましょうか。またこのルート。あ、そうちょっとね、探索中に気づいたのが、こっち行けるんすよね。こっち行くと、これってアンリかな、見つけただけでまだ話してないんですけど、話しかけましょう。お、アンリだね。いやー、会ってないな、知らない。会えるのかな、これ途中どっかで。地下墓にいないのでしょうか。え、でも地下墓は俺かなり探索したよ。え、僕を捨てたのかい。声からしてさ教えないってない、女かと思ったんだけど違うの。いや、私知らないし、そもそも。まあ戻ろう。落ちろカトンボが。二人残ったか。いて、しみた。そう、あともう一つ気になるのがこの下なんですよね。アイテムとか落っこっててどうやって行くのっていうのがちょっと分かんない。まあ、とりあえず進みましょう。で、ちょっとここは施し使って、もし何回か挑戦して倒せなかったら残り火使って呼べる人いるのかな、わかんないけど、 NPC とか呼べたらちょっと NPC とかも呼んじゃおうと思います。で、これ触れるんだよね。で、見たんでちょっとカットします。さて、ウォルニールか。あんまり近くにいると、うわ、このこれだよね、いいんだよね、これでヒットポイントが削られていっちゃうんで、まずは、あ、でもダメージだいぶ上がってるかな、これ一応ガードして吹っ飛ばされるけど一応大丈夫だな。こっちに照準を合わせたい。よし、大丈夫。狙える方から狙っていくか。狙える時に狙える方を狙っていこう。あ、来た。
多分半分くらい減らすとまた骸骨がやってくるみたいな。やばい、リターンされると危険。よっしゃ。でここから先は分かんねえ。蜂があるっぽいな。もう一個か、もう一個壊せばいいのか。やばい、いやこれだよな。あんまりだから潜り込むのはやばいんだよ。これもう橋落とさなくてよくね。このまま突っ込んでいけば入ってくんの骸骨、ホタテみたいに。あ、これゆっくり回収できるね。それは嬉しい。一応場所はここなんだ。じゃあここが闇に飲まれたっていう。いや、ちょっと待ってロックすると自分がどこにいるかっていう立ち位置が分かんなくなるな。え、ここだ。いや、ちょっと近いか、やっぱり。ほら、分かんねえ。毒入ってきてんね。まあ、毒っていうか闇、闇そのもの。あ、ちょっと後ろに背を感じる。何をしてる、何をしてるかわからん状態が。よし、どうすりゃいいのかよくわからんっていう。あ、骸骨、なんか骸骨切れたな。多少無理しても。怖い。オッケー。骸骨マジでまた意外に食らうな。回復はしておこう。ん？剣持ち出した？やばい。オッケー。遠すぎてもちょっと危険か。おおおおおお。ヒットアンダーウェイだな。倒すと。骸骨音が復活するのか。ダッシュできるスタミナ、ローリングできるスタミナ残しておく。ここよし、倒した。なんか意外にあっけない。あ、でも2段階目がない。2段階目はなかったか。なんか意外に楽だったな。ダークソードがね、プラ6になって筋力もちょっと上がってるからね、やっぱ攻撃力高くなってるっていうところが良かったんだと思います。そして闇が骸骨に帰る。これなんなん、これ自体があいつなのかな。さらに奥か。ただこいつを倒したことによって先へ進む道ができたね。デーモン遺跡はちょっと先がよく分かんなかったんで、このままこっちの先を進んでいきますか。よし、火が灯った。ん？ここか。ボンファイアリット3万ソウルか。ちょっと使おう。次の祭事場へ。カーサスの地下房、ウォルニール、捨てられた地下房。そうだよね、多分こっちが後だよね。こっから下デーモンに行くから帰ります。レベル上げ、2レベル上げたいな。
1万6000。あ、ギリギリ上げられるか上げられないか。筋力を27にしよう。よし、ギリギリに上げられんな。で、筋力28で一旦ストップして、その後、また生命と時給に振っていきましょう。体力は25まで上げました。さよなら。帰ろう。あ、ちょっとウォルニールのソウルも見てみるか。何に変換できるか。祭事場もね、ちょっと探索して、エストのね、指輪とか手に入れました。深淵の監視者。あ、戻すのは別に後で一緒。まとめて戻せば。こいつ。あは、そう。で、ソウル錬成。魔法であるかな？ウォルニール。黒蛇。魔法がもうだいぶ変わってるな。これはウォルニールの聖剣。あー、信仰が必要だね。まあそんな感じだよね。信仰はちょっといらんわ。この2つか、多分。アルスターって何？あー、全然だな。うん、特にいらない。さよなら。例のこれ。じゃあ、ウォルニールのところに戻りますか。じゃあ、先へ行きましょう。やっぱりね、直剣使いやすいね。直剣は何がいいって、軽い。軽いから、いろいろね、装備ができる。これ、体験にしようとすると、防具をね、また脱がなきゃいけなくなるんで。てか、こっちでいいの？飛び降りの時間だ。え？どういうこと？おお、これは、この先絶景があるぞ、幸せ。冷たい谷のイルシール。この先すごい何かがある。太陽万歳。おお、確かに。え、これすごいな、本当に。下とかも行ける？俺は今火が灯っているから、あ、この、例の、すぐ、かがり火がある現象。冷たい谷のイルシール。これは完全新しいエリアだな。この先怪物に注意しろ。え？ん？待って待って待って、危険地帯とはな。木か。でも、かがり火近いし、ソウル使ってるから、この橋で何かが出てくるってことか。人形を持たぬ者は結界を通れない。ああ、人形、小さい人形だっけ？あ、いる。こいつか。やろう。食われる。いや、食われた。一瞬で食われたんだけど。いって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 。あ、でも、残り火状態か、今。いっていっていって。ちょっと待って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 、間合いを取る。動きはでも結晶トカゲの似てるか。正面にいるのは危険だな。スタミナを蓄えて2発ずつ。やばい。うわ、いって。ここはもう全エストを使った方向で。これちょっとできなかった。オッケー。鳳凰の右目け。侵入された。マジか。まあしょうがない。ちょっとここで迎え撃つしかない。死んでもすぐ回収できるように。ソウル9800ソウル。いや、退陣なんて無理だよ。ここら辺はまだ侵入されるのか。だいぶ経ってるけどね。闇で。めっちゃ走ってんだけど。え、ナイフの人。
謎を。いていていて、なんだなんだなんだ、めっちゃ炎ってる。いて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 、ダークレイすぎる。いて強い。ハリーの一撃にかけてるから。残り部屋なしで行こう。血痕回収して、ちょっと方々の右目を見てみよう。どれだ、これか。攻撃が連続するとヒットポイント回復する。ああ違う違う違う、これ左目だ。右目が連続するほど攻撃力が高まる。回転のいいやつだといいのか。どうしようかな。今エストの指輪、緑化の指輪、ハベル、カーサス、もう変えるものがないからこれでいいや。先へ進もう。お、ここにアイテム。ちょっと白くてさ見づらいんだけど、機関。あれこれ、え、これ何。あ、大丈夫か、入れたか。入ってさらにまたかがり火、近いな。ぶっちゃけ敵一体しかさ出てないのに、いるしるしがい、もうかがり火かよっていう。苔玉だけど、多分これ霊気の苔玉だね。ここがまず拠点になって、お、ここにアイテム、力尽きた戦士のソウル。ソウル結構砕いちゃってるから今持ち分が少ないので、ね、3人組に注意しろ。ん？ん？なんかこ、あ、え？え？え？こいつ何？え？マジで何？敵？敵なのか NPC なのかわかんねえ。は？なんだこいつ。攻撃してみる？いや、全然関係ないな。なんかの幻影か？背が高い。消えちゃったよ。まあいいや。あ、いる。魔術系か？こいつは。闇術。めんどくせえな。ここは竜騎兵の指。あ、2匹詰めてきた。カマ逃げろ、上逃げらんね。これはなんだ、背が高いな。イルシールの人たちはみんな背が高い。よし行こう、結婚回収に。まずはある程度雑魚敵に慣れてきたら、またこいつが何なんだろうね。なんか見つかった。こいつを2体相手にするのはマジで不作だから。うわ、冷凍。そっか、冷気だから多少削られるんだな。物理だけじゃない。一応指輪つけてセンソール超えるか。なんか犬の鳴き声するけど、端の方から見ていこう。奥のやつも弓で釣り上げるか。こっちなんだろうね、気になる。開かない。いや、めっちゃ叫んでんだけど。やつを釣り上げるか。奥行ったところにまたなんか一体いたら厄介だからね。なんだ、なんかやってきたぞ。このままヒヤとか効くかな。ヒヤ1本100円すんだよね。ただやつは来ない。誘ってるか。
剣士だね。盾かまして、でも、もう弓で倒せそう。さあ、来い。当たらん。今日エストの文句した？無駄だよ。雑魚が。おお、びっくりした。よかった。前、なんだこいつ。前出ないで。そんなにただ、硬くはない。ヒットポイントはそこそこあるけど、こっちから来たということは、こっちにアイテム。台掛け。台掛けもね、結構溜まってきたんだよね。もう1本くらい、プラロクに持っていけるかなっていうのがあるっけ。めんどくさそうだな。また。違った。うん。こう、そう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 。これね。こいつ。何か、念を残し、死んでいったのか。あ、なんかいっぱいいるな。危なそうなやつが。で、龍騎への弓普通に強いんだけど、かなり使える。重い。よし、一体ずつちゃんと釣っていこう。あとどこだ、こいつか。もう一発くらい当てたい。当たんなかった。よし、あそこになんかいる。うーお、うわー、なんだ。いや、いやいや、マジかよマジかよ。これどういう魔法。一気に距離を詰めるか。距離を詰めて、いや、いるよね。そう、いるんだよね、やっぱり。ゴリ寄せ、とにかくゴリ寄せ。逃げろ。アイテムがあそこに見えた。あ、別の魔法なのか、あの2つは。血を這うやつと、いて、血を這ってねえし。床から突き出てくるやつは別魔法。おお、なんだ、消え方が違う。台掛け、ここら辺から台掛けがデフォルトになってきてんな。名もなき戦士。アイテムがすげえ。ん？花付き緑化草？あ、緑化草とか全然使ってなかったわ。あとエンチャントも。普段から使う癖がないからね。だから敵が多い。一体ずつ釣れるか？なんか、3人来そう。いて。一体ずつ。直剣は振りが早い。よし、先手が取れる。線の線が取れるね。こういう左の上とか壁じゃねえか。ん、また反撃やつか。これは危険。遠距離危険だよな。ただ距離を詰めようとするとどうしてもこっち側から行かないといけないから、他の雑魚敵がいるね。やつに気づかれないように。ほら、ワンターンキックができないか。やべえやべえやべえ、隠れよう。台掛け。おお、もうここは台掛けだね。デフォルト台掛け。2体一緒にいるのかな。ステルスゲームじゃないけどさ、しゃがめないかな。ゲー、気づかれた。2人に気づかれた。よし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 。え、あいつはあいつで魔法だな。いや、強引に押す。オッケー。鳳凰騎士の鎧。
今黒騎士だからな。あ、トカゲちゃん、ちょっと待って、トカゲちゃんに釣られて俺は光る。よし、黒騎士の盾鍛えたいんだよね、光るで。でも盾今これになったからな、この先攻撃が有効だ。宝の予感、え、何これ、嘘マジか、超ありがたいんだけど、やっと。よし、こいつは消えないな。なんか消えるやつと消えないやつ、超上級騎士みたいなやつだと消えるね。ネーミングセンスは全然ないけど、なんだてかさ、この横の方に来ちゃったけどいいのかな。2万3000ソウルか、どうしよっかな。あいつ何な、マジ何なの。ちょっと今多分ここ安全だから、ちょっとこれ犠牲の指輪にしようかな。いや1個しかないのか。え、すげえ罠っぽいんだけど。あ、これはしごかと思ったら違った。ってことはこれこっから飛び降りろってこと。行くか、覚悟決めよう。まず NPC かどっかだけ。え、何敵なのか NPC なのかがわからない。ちょ、待って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 、 NPC じゃねえし、開けとこう。無駄だよ、ばあさん。オッケー、こいつまだいるんだ。ドーリスの虫歯みスパイクメイスでアイテム、うん、容疑の杖、枝なんかわかんねえや。見てみよう。ドーリスはあれ、指輪じゃないの、さっきのって。ないな。なんだ、何を手に入れたんだ。これでもないしな、もちろん鎧でもない。太陽のタリスマン、これ今手に入れたやつだよね。まあちょっとマジつけだから分かんないけど、うん、アイテムを見てみるか。どれだ、全然わかんねえ。錆びついたでもないしな。まあいいや、わからん。とりあえずこの2万4000ソウル失いたくない。こっからショット化ができるね。ちょっと一回帰ろう。一回帰ってレベルを1でも上げてこよう。次の祭事場へ。よし、じゃあレベルを上げていきましょう。やっぱりまあとりあえず筋力28にして、よし、これでね、一応グレソが多分片手で扱えるんだよね。ただまあ重いからちょっと装備外さなきゃいけなくなっちゃうけど、 87.2 だから一旦これを外して、おー、いいね。ただやっぱ重い感じがする、当たり前だけど。両手持ち、はい、結構でも両手持ちの縦切りは振りが早いか。あー、横投げ払い、いや、いいな、鍛えてえな、グレソー。ちょっと6500ソウルで、かけらはね、いっぱいある、マジでいっぱいあるから。大掛けでどこまでいけるか、強化、あと金の問題ね。かけらだって102個あるからね。これはちょっといっぱいあるでしょ。1、2、3で大掛けが15個。でももうなんか大掛けもすげえ手に入るようになってきたから、
ソウルが若干足りないかな。ちょっと砕こう。さっき1個手に入れたしね。名もなき戦士を1つ砕いていくつになる。3000か。グレソプラ4で、ソウルが若干足りないからもう一回砕いて、異形のソウルとかもまあいらないやつは砕いちゃってもいいと思うんだけどね。何のため最初は残しておこう。これでプラ5、あ、じゃなくてプラ6か。今攻撃力は359か。強えな。グレソでちょっと運用していきたいな。グレソだとどこまで防具を着込めるか。鎧はまあ着たいよね、黒騎士。 66.5、 鎧だけだなこれ。腕つけると。騎士はどうだ。騎士にして足は多分ね意外に重いから無理だね。手だけつけられんな。この2つでやってみるか。ちょっとせっかくグレソ持てるようになったんで、あとはこいつに話しかけよう。お、冷たい谷のイルシードを見つけた。伝承の通りなら暗い月の貴族の町、きっとお宝にあふれている。どうだね、またわしを盗みに出してみないかね。行かせよ。よし、頼んだぞ。で、2000ソウルも、じゃあ大きな矢はやっぱり無理だな。これを買おう。Goodbye. I will leave for しばしのお別れだな。 OK。 魔法系の人たちは全く話しかけてないけど、いいや。じゃあそんなわけで、冷たい谷のイルシールの探索は、次回やっていこうと思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。